はい、応援本当ありがとうございます。いよいよ明日開幕ですけれども、調子もよく仕上がってきていますので、明日、いい試合をお見せしたいと思います。本当に今日応援ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。差し入れもいただいてますので、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ代表して落合くん、じゃあ落合お願いします。はい、今日も暑い中、応援ありがとうございました。明日いよいよ韓国との大一番があります。そこでやっぱまずしっかりと、日本の形を作って必ず勝ちますので、明日も応援よろしくお願いします。では気をつけでお願いします。今日僕は本当は子供たち連れてきたかったんですけど、昼の練習ということでこっちにいる子供たちが来れないということで、ちょっとちょっと応援をいただいてきたんで、録音してきたんで今聞かせますんで、よかったら聞いてください。やっぱ皆さんご存知だと、やっぱ中国にいる日本人の子供たちもとても大変だと思うんですよ。いや、反日があったりとか空気がきれい、でもその中でも皆さんの話をしたら、いやぜひ行きたいって言ってくれたんですけど、やっぱ学校が優先なもんで、エールだけいただいてきたんで、ちょっと10秒ぐらいですけど聞いてください。近寄った方がいい、大丈夫です。もうちょっと近寄った方がいい。はい、日本。さすがに高いですよ。わかるんだ。すごいすごい。最後じゃあもう一回いよう、頑張れ日本、せーの、頑張れ日本、頑張れ日本。一人トロだよ、トロ。ピチピチの若い女の子のせいですから皆さん、おっさんが言うより全然力になっておりますね。頑張ってください。ありがとうございます。